おはようございます。今日は4月の28日ですね。4月ももうちょっとで終わりです。だんだん暖かくなってきまして、であと暑くなってくるかなというふうに、そんな季節です。さて今日はね、ちょっと背景に仏さん、お名号をかけさせていただきました。これはですね、やっぱりこうやってお話をするのだから、お内仏からご本尊様、そういったところ、そういう場所でお話をすると方法がいいですよということをおっしゃってくださった方があり、で、そうだなと思いましてかけさせていただきましたが、ちょっとその光が強いところになりますので、また終わりましたら今度ちょっとね、光が当たらないところに、映さなきゃいけないなというふうに思っております。六字明王です。で、この六字明王はここに何か書いてあるわけではありませんから、どなたがお書きになったかっていうことは、これははっきりとは分かりませんけれども、多分蓮如上人であろうかと思いますし、もう一人候補がいはるんですけども、多分蓮如上人であろうかと思います。私どものこの滋賀県でもですね、湖南であったり湖西であったりですと、蓮如上人の名号というのはこれそれほど珍しいものではありません。で、お寺にももちろんありますし、それからご門徒方のご家庭にもこの蓮如上人の六字明王であろうという、そういう、何て言いますかね、お名号を一服ならず持っておいでになるご門徒もたくさんおいでになります。で、それ面白いとはいかんけれどもね、大変素晴らしいなと思いますのは、それはね、本家筋の昔からある本家筋の、家にばかりあるということではないんです。むしろこうだいぶ分家の分家っていうような、比較的新しい家の方々が多くお持ちになってらっしゃると。で、それはなぜかと言いますと、ここが、素晴らしくも面白くもあるところなんですが、これはですね、湖南の方ではこのお仏壇をですね、この分家の方々に何て言うかな、差し上げると。で、本家の方々がこの分家ができたら、つまり次男とかそういった方々が、この新しく家を起こして新しい家を建てる時に、今で言うとローンとかそういったものがたくさんありますから、負債を抱えて新しい生活を始めていくわけですから、お仏壇をこう、購入される仏さんをお迎えになるっていうことはなかなか厳しいことであろうということで、本家の方が、その自分とこのお仏壇を、その分家の方に、このお分けになると。そして本家の方は新しいお仏壇をお迎えになると。で、その時に 先祖伝来の蓮如上人のお名号が、お仏壇ね、この新しい分家の方にこうもらわれていかれ、で、その分家の方もやがてはまた本家になっていきますから、またその分家の方にまた本家からもらわはったお仏壇を、こう差し上げると。そんなような形で3代4代とお仏壇が分家という形で旅をするっていうふうに、湖南守山なんかではそんなふうなことが当たり前にあったようなんで、従いまして、この新しい家の方に、この蓮如上人の、この六字明王がかけられてるっていうことが多いんだっていうことを、学者さんたち、それから湖南の方の、ご住職方はおっしゃっています。なんとも尊い話ですね。さて、これなぜ蓮如上人なんだろうなというふうに思っているかと言いますと、これはね、まず蓮如上人、それから私のここの両教寺は1518年という年に皆既仏をもろてはります。で、どの御門宗からもろてはるかという言いますと、これは蓮如上人の息子さんの第9代目の実如上人ということになります。で、実如上人は蓮如上人の六字明王を手本にして練習しておいでになったのですから、大変よく似た字体になっているんですけれども、簡単に素人でも見分けがつく、見方、これは蓮如上人、これは実如上人というふうに、簡単に、素人でも見分けがつくやり方があります。ちょっと一人で撮ってるので、この、説明する時にですね、もっと六字明王を大きく写せばいいんですが、ちょっとそれなかなか困難なんで、ちょっとそれはご勘弁ください。よいしょと。
この蓮如上人のですね、この南無阿弥陀仏、この蓮如上人の特徴がありまして、これちょっとお跳ね差しがありませんから傷つけないようにしますけれども、このちょっと小さいですね、そやけどこの南無阿弥陀仏の実っていう字です、ね、この弥生、三月を弥生と言いますし、あの水戸黄門の風車の弥七の矢の字ですね、赤尾の同士の弥七の矢の字ですでもありますけども、この南無阿弥陀仏の実の字のですね、この第ここがですね、ここが鋭角にグッと上に上がってる、この字体はこれ蓮如上人です、ね、でそれに対して南無阿弥陀仏の実の字がこう、あの割と水平に近い形になってるのが、これが実如上人です。で、あの小如上人ぐらいになると、10代目の小如上人ぐらいになると字体が全く違ってきますんで、これはまたあの簡単に見分けがつくんですけども、実如上人と蓮如上人で素人が簡単に見分ける方法ということになりますと、これはですね、あの南無阿弥陀仏の実の字がこうこうね、弓辺を書かれてて、その弓辺の次の画がこうこうと、あの何ていうかね、ほんまに鋭角にこう上がってるのが蓮如上人の六字明語っていうふうな形になってて、ちょっとこれあの画像が小さいから、本当は拡大したら2人でやってたらできるんですけど、1人やからちょっと画像が大きくできませんけど、南無阿弥陀仏の実の字が弓辺の次の角がこう鋭角に上がってたら、どう言いますかね、こういう実の字を弓辺書いた後にこう上にグッと上がってるのが蓮如上人で、こうそして実如上人こうやって水平になってるのが、水平に近いのが実如上人で、それからあとは変わらないということです、ね。さて蓮如上人かもしれない言うて最初に言いましたけど、これはなぜかと言いますと、そんな風にして御門主同士ですと蓮如上人と実如上人の場合はそんな風にして見分けがつきますけれども、しかし蓮如上人のご子息の一人である実如上人という方の、五六字明語といいますのは、これも完全に蓮如上人と同じ書き方がお出来になったそうで、従いまして、この専門家の筆跡を鑑定される学者さんたちでも蓮如上人の六字明語と蓮順さんのご子息の蓮順さんの、この六字明語というのは全く見分けがつかないということらしいので、私のところこれもむしろこの六字明語も蓮順さんが書いてくださったものであるという可能性は否定できません。さて、そのような形でこのこちらの六字明語とが、先ほど言いました1518年というあの裏書きがあります怪奇物、これを当時の本願寺から、頂戴をいたしておるわけですけども、その1518年という裏書きがある、怪奇物、この御影像はですね、現在の龍谷ミュージアムの方にあの寄託してほしいということですので、保存状態とかそういったことを考えまして、こちらも喜んで預けさせていただいております。さて、今日は、このせっかく六字明号がありますから、この六字のお言われについてまたお話、昨日と違った角度かでお話をしようと思います。この南無阿弥陀仏というのはどういうお言われなのかと言いますと、これよく大変多くの先生方がお話になりますように、十方未尽世界の念仏の衆生を見そなわし、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け奉るというご和算、これを用いてお名号の阿弥陀という言葉の、これはどういうお言われかということをたくさんの方々がお話になってます。私も、このそれを用いますけれども、阿弥陀という言葉は、これは無量寿無量光というね、限りないあの命と限りない光の仏さんであるという、それが一つありますし、だからもう一つは摂取不捨なんだと、阿弥陀さんというのは摂取して捨てないから阿弥陀さんなんだっていう、そういう、この3つ目の、ね、阿弥陀の三義、阿弥陀さんには3つというの言葉意味があって、無量寿無量光と、そして、
接種不捨なんだよと、接種して捨てないんだよっていうのは、これ3つある、そういう意味があるんだと言われてます。そこで阿弥陀という言葉を接種不捨という言葉で、解説していきますと、解説すると私が解説するわけじゃないんですが、親鸞聖人が解説してくださってますね。ここのところの、阿弥陀、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け奉るっていうところね、ここの作文どうなってるかと言いますと、摂取っていうのは摂というは、摂というのは栄養を摂取するという時の摂、摂津の国の摂いう字はこれ納め取るですね。で、主は迎え取るって書いてあります。摂取の摂いう字は、これは納め取るということです。納め取るというのは皆さんどうですね、納めるというと、物を納めるという時はこういう姿ですね、こういう姿です。こういうふうにして自分の胸に抱き取るっていうのが納めるということです。どうぞお納めくださいってね、なんかこう例えば誰かの誕生日でね、誕生日の時に誕生日のプレゼントだから持っていったけど、とか言って、どうぞお納めくださいね、お納めくださいね、こういうことですね。で、じゃあ主の迎え取るっていうのはどういうことかと言いますと、これは、迎え取るということですね。迎え取るっていうのはこれはどういうことかなと思った時に、私のところにお客さんがおいでになったら駅まで迎えに行きます、ね。迎えに行くってね、迎えに行くってどういうことかというと、その人のいるその場所まで私が行くっていうことです。宮沢賢治のね、雨にも負けず風にも負けずでね、で東に どんな人があって、南にどんな人があってでね、喧嘩している人があったらやめろと言って仲裁してやりって言って、雨にも負けず、あれ東西南北に行って行って行ってでしょ。そういうこと、北には行っていう言葉がないように見えるんですけど、その宮沢賢治さんの、お兄さんの息子さん、老い子さんがですね、その原本を持ってらして、宮沢賢治の、その雨にも負けず風にも負けずの原本を見ますと、後で書き間違えてたな、書き漏らしてたなということで、欄外に行っていう言葉を足してはりますから、東西南北どこにでも行って、悩んでる人、苦しんでる人を助けていくんだっていうふうにおっしゃってます。それはですね、行っていうのはこれつまり何が言いたいか言ってた、迎えに行くっていうことで、迎えに行くというのは、悟りの場の仏様が苦しんでる私のところまで迎えに来てくださるっていうのは迎え取るっていうことですね。迎え取って、迎え取って、そして納め取っていかれるっていうことです。その次にこの摂取不捨、次にどんな作文があるかと言いますと、ひとたび取りて長く捨てぬなりということですから、これは阿弥陀さんが無量寿、限りない命をいただいて持っておいでになる仏さんであると同時に、ひとたび取りて長く捨てぬなりやから、抱き取られた私もまた、長く捨てられない、私もまた限りない命をいただいていく、仏さんの、胸に永遠に永久に永続的に取られていくという、それがね、納め取り迎え取られていくというのは、これが、ひとたび取りて長く捨てぬなりということです。それから次にまた大切な御門ですから、親鸞聖人も、たくさん作文を書いておでになって、そしてひとたび取りて長く、ごめんなさい、物の荷ぐるを追え取るなりというふうに書いておでになります。物の荷ぐるを追え取るなりも、これ大変よく皆さんお話になるところですけども、物の荷ぐるっていうのはね、こう逃げていくもの、荷ぐるものを追え取るなりね、こう自分仏さんの悟り、そして仏様のお救いを否定しまして、否定して、逃げていくものを背中から抱きかかえるようにして、私たちは救っていただけるんや、私たちは納め取られていくんや、仏法を否定し救いを否定していく、そういうものを漏らさず、この抱き取ってくださるのが、これが物の荷ぐるを追え取るなりということなんやっていうことはよく語られるところです。それから、それではですね、この物の荷ぐるを追え取るなりね、追えってこれどういうことなのかということです。これは私あんまり注意してなくて、あんまり考えてなかったんですけども、大変ありがたいご縁がありまして教えていただきました。
私をですね、すごく大切にしてくださるご住職ご夫妻がおいでになりました。ご住職は今もご存命でお元気なんですが、奥さんの方は、残念ながら数年前に膵臓がんで亡くなりました。で、その奥さんはですね、大変こう立派な、豪傑みたいな人物でしたし、この私の周辺に彦根東高校という高校があるんですが、彦根東高校で国語の先生をなさってて、定年退職の後は大学で教えておいでになったという、大変よくおできになる奥さんでした。従いまして、私は人生相談とですね が、何かわからないことがありましたら、その奥さんに、その国語にもの問題については奥さんによう電話して教えていただいておりました。そんな立派な方なんですけど、定年退職された後、わずかな間で膵臓がんにかかられ、で闘病生活というほどの時間もなく、すぐ亡くなってしまいました。あ、残念だなと思いましたが、しかし、そこのお寺、毎年ご縁あって、ご副教に呼んでいただいております。で、その時にこの「ものの二苦労を追われとるなり」のお話をしました。で、その時に80ぐらいの奥さんかな、女性のお道行がお茶入れてくれたんですが、お茶入れて休憩の時にこんな話を問うてくれましたね。ものの二苦労を追われとるなりの「追う」ってどういう意味ですか、という、そういう問いです。で、私は答えられませんでした。で、答えられなかったらどうしたか言うたらね お取り次ぎ終わりましたね。で、そこからもうすぐに図書館行ってね 図書館でいっぱい字引きありますからね、自分の持ってる字引きだけでは足りない思って、この格好でね 図書館に行きましたね。だから図書館の人びっくりしましたね。ああ、いつも来るおっちゃん、坊さんやったんかい で、それでパペペペペッとこう調べていきますとね、分かりましたが、おわえっていうのは、これ、終止形で言いますと、おわうですね。おわうっていうのは、これどういう意味かと言いますと、これはどこまでもどこまでも追いかけ続けるっていうことです。普通、追うというのは、追いかけるから、追いかけるのは古文漢文では追うです。で、追うにですね、この「不」という字がついて、追うにの後ろに「不」という字がついて、助動詞がつきまして、「追う」という形になります。そしたら「不」という助動詞は、これ継続を表す助動詞だから、追いかけ続けるっていうことになります。よく語法を聞いてはる人は、この「呼ばう」っていうね、この「衆生を呼ぼうて乗せたも」と言って、これ呼び続ける、仏様はこう大きな声で呼びかけ続けてくださっているっていうので、この「呼ばう」っていうの、これ呼ぶプラス「ふ」で、でこれは呼び続けてくださってるっていうことです。それと成り立ちとしては似ているわけですけれども、同じなんですけれども、この「追う」というのは、追うに継続の助動詞がついて、追うで追いかけ続けるということで、でそれがこの動詞プラス助動詞いうことでなくて、これはもう定型化しているので、一つの動詞とみなされて、下二段活用の動詞いうことで、字引きには立ってます。その字引きに立ってて、その例はいろいろあるんですけれども、例えばそうですね、江戸時代の用法やから、ちょっと生めかしいものですけれども、その不倫されて、で不倫された不倫の男性と自分の奥さんが出奔して家出をしてしまうと。で、その時にそのご主人がですね、その2人をどこまでも追い続けていったというね、そういうような用例が出ていますね。それなんかすごい生めかしいか、どぎつい描写だなと、事例だなと思いましたけれども、しかし、そんな用例がありまして、それがやっぱりなんか「追う」っていう言葉を、仏法の話やからちょっとふさわしくないような用例であったかもしれませんが、そんなことを書いて、そういう意味なんだなと思いました。どこまでもどこまでも追いかけ続ける、ものの二苦労をどこまでもどこまでも追いかけ続ける、逃げていくものを、自分の救いをこう否定し、そして仏法の仏さんの救いを
もう結構ですよってね、逃げていくものをどこまでもどこまでも追いかけ続けていって、そして追われ取る、ね、そして取るということですから、いっぱいに手を伸ばして、そしてぐっと自分に引き寄せて、でその引き寄せたら決して離さないというね、この摂取不捨という言葉の中には、ひとたび取りて長く捨てぬなりというね、その救いの永続性といいますかね、救った後の永続性と、そして救われる前のその逃げていくものを追いかけ続けていこうという、また違った意味での救うまでの永続性と、2つの永続性が説かれているということになります。で、そういうふうにして、この何て言うのかな、全てのものを救い取ろう思ったら、今今生のこの私のこの境涯だけでは足らん時があります。その時に、この自分が仏法を聞けるような状況になるまで、どこまでもどこまでも待ち続け、どこまでもどこまでも働き続ける。で、そうして働きかけ続け、そして私が仏法を聞く身になるまで、決して諦めないで、そして私に語りかけ、私を追いかけ続けてくださるという、そういう救いの働きをですね、そのものの荷車を追われ取るなり、追われ取るというのはどこまでもどこまでも追いかけ続けてくださるんだというね、そういったことをですね、亡くなった奥さん、そして奥さんになんかね、ご縁で引き合わせてもうたんかな、そこのご門徒から問いかけてくださったおかげで、その生阿弥陀仏のお祝いをですね、また一層味わわせていただくご縁をいただいたことがあったということです。まあ、今日はこれで終わらせていただきます。